いかがでしょうか？ちょっとセットが甘いんじゃないか？申し訳ありません。今夜氷エキサイトメントをいただきに上がるだと？笑わせるぜ。この氷エキサイトメントは誰にも渡さんぞ。ようやく俺のものになったんだからな。渡すものか。オスカー、ボスが今夜エキサイトメントを盗み出せってさ。いよいよ今夜か。しかしあのエキサイトメントってダイヤも曰く付きだよな。ああ、最初は平和に暮らしていたアフリカの小さな部族のものだったらしいけど、ギャングどもに騙し取られてからは、部族はバラバラになってしまい、ダイヤはギャング抗争の原因になってしまった。なんだか浮かばれないダイヤだな。それで、拡大したダイヤ抗争を抑えるために、政府が水面下で動き出して、俺たちの出番ってわけだ。でも、こんな情報をメールで送っていいのか？記録が残るだろう。自動的に消去されるってさ。これってモニター壊しただけじゃん。ボスも年だからな。インターネットのことわかんないんだよ。スパイ大作戦の世代だな。おい、何か変わった様子はないか？異常はありません。来るなら早く来い、コソドルメ。ちょっとダーリン！私ったら困っちゃってるのよ。助けてくださらない？一体どうしたんだい？指輪が外れなくなっちゃったのよ。どうしましょう？なんだそんなの簡単さ。石鹸を使ってごらんよ。え？石鹸をどうするの？どうぞ。しょうがないな。こうして石鹸を指輪に塗ると、ほら取れた。あーまあ、素晴らしいわ。石鹸で指輪が取れるなんて。ちょっと私にもやらせてくださらない？こうして石鹸を指輪に塗って。あーほんと、簡単に取れるわ。こらこら、その指輪はダメだよ。実は今夜その指輪を狙っている不届き者がいるんだよ。ああ、そんなことないわよ。彼らはいい人よ。何を言っているんだい？だってちゃんと約束を守るから。約束？そう、今夜取りに来るって約束でしょ？貴様ら！飛んで火にいる夏の虫とはお前らのことだ。こんな奴らがいつも家にいるのか？落ち着いてテレビも見れないな。ゲストは心を込めてもてなすのが我が家のしきたりだからな。さ、ダイヤを返してもらおうか。そいつは悪いがお断りだ。今夜はこのためにお邪魔しに来たんだからね。じゃ、メイドの土産にそれはお前らにくれてやるよ。本物じゃなくて申し訳ないがな。なんだと？これは偽物か？ガラス玉だが5000円ぐらいで売れるぞ。本物はどこにある？行った方が身のためだぞ。それより自分のことを心配しろ。よし、こいつらを力せ。よいしょっと。打ち殺せ。見えなくて危険です。味方に当たってしまいます。仲間に打ち殺せ。逃げられました。この役立たずめ、探して必ず捕まえろ。はぁ、あ、朝ドロめ、逃がせんぞ。おいちょ、いるか？ちょ
気をつけろよ。しかし奴ら見えない中撃ちまくってたな。本当だよ。見ろよ俺の一丁ら、ポケットのとこにぽっかりだ。おい、聞いてんの？う、犬だ。まだ捕まらんのか。申し訳ありません。しかし奴らに逃げ道はありません。まもなく凶暴な犬たちが見つけてくれるでしょう。何？今日は犬は使うなと言っただろう。は？お前動物にはモテるね。それどういう意味？さてと。ボス、今ポイントにつきました。ヘリをお願いします。ダイヤはダメです。偽物を捕まされました。出直します。いえー、すごい剣幕。絞られるよこりゃ。しょうがないよ。あれ、犬はまだかん。遅いですね。でも犬がどうかしたんですか？本物のダイヤは犬の首輪に隠したんだよ。犬の首輪に？本物だ。本当？ラッキー。こんなところに隠すなんて。ヘリが来たよ。ヘリ。犬が戻ってきました。しかしダイヤがありません。そうなんですよ、本物を手に入れたんです。はい、ボスのために命がけでした。今すぐお持ちします。やったね、ボス大喜び。ボーナス出るってさ。お前ちゃんとダイヤ持ってるか？なくすなよ。大丈夫、ちゃんとポケットに入れてあるよ。そのポケット穴開いてんじゃないの？やべえ、そうだった。ボーナスが海に。ごめんよ。でもこれがあのダイヤの望みのような気もするな。そうだよね。でもボスにはお前から報告しろよ。うん。